はいどうも、ロゴーチャンネルのロゴーです。今回はリサイクルショップで買ってきたこちらのキラメイチェンジャーのご紹介なんですけど、まあ、キラメイチェンジャーといえば今絶賛放送中のキラメイジャーのね、変身するときに使うブレスレットなんですけど、現行商品ということでやっぱリサイクルショップでは高値だろうと思うんですけど、そのお値段なんとびっくり500円なんですよね。いや、理由はちょっと定かじゃないんですけど、現行商品500円ってちょっと嫌な予感がするので、まあ、今回そこら辺を確かめるために動作確認と状態確認やっていきたいと思います。はい、で一応袋から出してみるとこんな感じですね。ちょっとぐるっと回してみたいと思うんですけど、こんな感じになっておりました。まあ、中古むき出しにしては綺麗な方かなと思うんですけど、ただやっぱり発売当初から思ってたんですけど、絶対ここやばいよねって思ってたんですけど、案の定すごい傷ですね。まあ、扱い方によるとは思うんですけど、発売したてでしかも放送したてっていうのを考えるとこの傷はちょっとつきすぎかなって思うんですが、それに対してね、ただ真ん中のシールはほとんど傷がないんですよ。まあ、その部分の比較するとどうしたって感じなんですけど、これはすごくありがたいです。ただこのシールもね、よーく見るとわかるんですけど、真ん中の方におそらくネジかなんか回転の軸がついてるので、多分ゆくゆくはシールくぼんだり、これが穴開いたりなんていうこともあると思うので、ちょっと中古で買うのは向かないアイテムなのかなってこの段階で思っちゃいますね。で、あとはこちらのベルト部分ですね。まあこれはね、多分来年あたりはないものが出てくるんじゃないかなっていう予想なんですけど、まあ新しめということでね、傷とかもそのよれとかもないので、すごくいい状態かなっていうふうに思います。まあそんな感じかな。本当にここの擦れ傷はもう買う前から分かってたんですけど、絶対なるよね、仕方ないと思いますけど、どうなんでしょうね、来年のリサイクルショップではこれがどれだけの傷で済んでるのか、ちょっと今から楽しみです。さあ、そしてもう一つ楽しみといえば動作するかどうかですよね。一応回転に関してはしっかりとなんか動いてる音が鳴りそうな気配はするんですけど、問題は電源の方ですね。ちょっと電池入れてみましょう。さて、手元にあったね、電池の方入れてみたんですけど、これで動くかどうかが問題ですね。スイッチは上になるのかな、上で下の方にスピーカーがあるようですね。じゃあ早速運命の一瞬です。さあ、ボタンの方オン。おー、動いた、すごいすごいすごい。発光も問題ないし、音もめちゃくちゃでかいですね。多分これ回した時は動くでしょう。うん、よしよしよし。よし、そうですね。さっき言ったようにね、ちょっと動かした時にその感触残ってたからいけるだろうと思ったんですけど、これもバッチリです。ただもう一個だけ問題なのは真ん中のボタンの部分です。これ最近特撮の玩具でね、結構主流になってきたんですけど、タッチパネル式になっておりますので、そこが反応するかどうかです。ちょっとそれが怪しくて打ったとか、そういう気がするんですけどね。さあ、押してみます。お、いけるいけるいける。上 OK。これ変身ですね。で、こっちがマシンの召喚。あれ？動く？ちょっと反応が、あれ？反応鈍かったね、今。大丈夫かな？もう一回。ああ、大丈夫ですね。ちょっと多分手袋のせいですね。下はコール。コールも問題なし、こっちも大丈夫。こっち魔法と合体に与えるのかな？そのボタンです。大丈夫ですね。ちょっと右は？あ、大丈夫です。これ手袋のせいでしたね。という感じで全部バッチリ。つかね、すげえ音でかい。おー、バッチリの動作品500円か。今現在ね、確か3000円ぐらいで普通に買えるんですけど、そっから考えて現行品500円ってかなりえぐい買い物ですね。はぁ、めっちゃ嬉しいです。で、この後はね、せっかくだから動作確認のね、まあ、どんな風に動くかっていうのだけは動画撮っておきたいと思いますので、よかったら最後までご覧になってみてください。俺がついてりゃどんな敵も怖くない。
はいっていう感じだったんですけど、いかがだったでしょうか。まあこれが500円っていうのはかなりね、すげえいい買い物できてんじゃないかなっていうぐらいにはクオリティが高かったですね。で、あと最初ということもあるので感想でね締めくくりたいと思うんですけど、このタイヤを回して動かすっていうのはこれまでもあったことなのでそこまで新しくはないんですが、ただサイズ感がすごく絶妙で、体全体使ってグンって回してあげないといけないっていうのを考えると、なりきり遊びとしては非常にいいサイズ感かなと思います。で、さらにそのなりきり度を加速させるための音声数の収録数の多さ、これはすごかったですね。で、さらに音声もクリアだし、音量も結構他の玩具と比べてでかいっていうのを考えると非常にワクワクします。で、あと発光なんかもめちゃくちゃ綺麗でしたね。まあ、ただブレスレットということで自分でつけてる分には綺麗さがわからないんですけど、例えば子供がねブレスレットつけて鏡の前にいた時に自分でこう姿を見たらば、あ、綺麗だなって絶対思えるので、そういった点のなりきり度のワクワクとしてはこれまでの中では結構上位に入るんじゃないかなって思います。で、もちろんいいことばっかりなんですけど、ちょっと気になる点が2つぐらいあって、まあ、1つはさっきから言っているように傷ですね。もう中古で買うの前提だったらばちょっときついかもしれないので、まあ、もしここら辺で気に入っていただけた方はまあ安くなった時にね新品買うのがおすすめかなと思います。で、もう1個はちょっとね、あの令和だからって言って飛ばしすぎかなっていうところがあって、本来こういったね、まあ、音声数とかすごくいいものに関しては終盤に来るもんなんですけど、最初からここまでやっちゃうとね後半のアイテムちょっと不安になってしまう。まあ、現状ロボットとかもちょっと不安気味なので、まあ今後のキラメージはどうなっちゃうのかなっていう不安がありますので、まあ今後期待っていうところですかね。はい、っていう感じで今回の動画は以上で終わりたいと思います。もし動画の方とね、このキラメイチェンジャーの500円やべえと思っていただけた方は、ぜひチャンネル登録や高評価で応援の方よろしくお願いいたします。最新情報はツイッターなんかでつぶやいてますので、よかったら下の説明欄にリンク貼っておきます。そちらからお越しください。それではここまでご視聴の方ありがとうございました。